サプライズ。あ、シルバニアファミリーになったじゃん。すごいよ、ね、これ。わお。やばい、どこがいい？こういうのになっちゃうね。スニー。スニーだったら。うん、Now the tables have turned. Now I'm up all night. I'm picturing you acting like a fool. I'm on the other side. You're like a full moon, and I'm up all night. Howling at you.足で食べるこれを買ってみます。みーちゃんが好きなダオタのおかゆ、塩入れる、塩だよね。塩じゃないそれ。何？爪楊枝だよ。全部？うん。塩いらない、味ついてるもん。はい。そして？ないないない。じゃあ氷入れていい？できる。そのまま夫婦して食べた方が美味しい。熱い。じゃあちょっと冷ましとこう。氷入れる。やだやだやだ。じゃあママの。待って。ちょっと近くで。クリッパーを作りましょう。氷。いい？けいちゃん。は？違うよ。やった。いやいや。これがクリッパー伝わってるんだよ。そう。けいちゃん。おいしい？おいしい？おいしい。絶対頼むレタスの炒め物と、芽キャベツの炒め物と、サンバルスリラ。すごく美味しいので、これは絶対頼みます。レトロに来ました。セフォラで買い物します。じゃあもう靴がちっちゃいから靴売ってるかな。ここら辺サンダルじゃん。ねえ、誰もいない。あ、ここにしかないのかな。ほら、ベイビーちゃんさんです。こっちは？あ、ベイビーちゃんサイズしかないね。あっちは？あっちあるかな。大きいね。サプライズ？うん、サプライズ。ここからこうやって。ああ、そういう缶のやつね。うん。それはどこにでも売ってるよ。ほら見て、このやつもあった。うん、持ってるね。もうさ、ここら辺もシルバニアファミリーもあったじゃん。ベイビーちゃんのだね。ミーがある家だ。うん、持ってるね。これもある、うん、これもある。全部あるミー。え、なにこれ。ん？バービー？バービーじゃない？バービーの何これ？なんだろうね、男の子バージョン。うん、それかわいいね。男のちっちゃい赤ちゃんっぽいやつ。何これ？こっちはバービーだ。ミーが持ってるやつ。うん、持ってないか。このやつにはついてないから。え、でっかすごいね、これ。うわ、わお。やば、プール付きじゃん。ね、大きいんだね。エレベーターもある。これいくら？バービーハウスの巨大版だね。値段がないね。値段が、あ、ここにあったよ。ん？え、これいくら？1200円。あ、安っ。え？え？ 50… これいくら？すごいよ。4万、4万6000円ぐらい。これ乗ってもすごい値段だよ。生まれてるもだ。生まれてるの。
ぱいいろんな種類がいるよ。可愛すぎる人が。人がめっちゃ可愛い。やばい、頑張り。遊ばないくせに。あ、大きいお家もあるんだね、ほら。うん、ほら。わかるよ、ほら。あの、大きな屋根の家。ねえ。ね、知ってる。こっち船じゃん。船だよ、これ。うん。あ、これか、大きい家。うん、大きい家。大きい家に誰か住んでる。ほら、こっち向いてる、あのウサギのお父さん。これだよ、ウサギのお父さん。さあ、行こっか。隣、隣さ、靴屋さんだよ、多分。スニーカーを買いに来たんだよ。あ、これ可愛くない？これ、黒入ってる。もう可愛いじゃん。汚れにくくていいよ。やだ。スニーカーあんま着てないの？履いて、それちっちゃいよね、でも。うん、ちっちゃい。大きいの出してもらう？ちっちゃいけど、そうね。大きいの出してもらう？白と紫がいい。でもこれ白と紫可愛いじゃん。白とピンクじゃん。うん、可愛いじゃん。で、紫は？これで出してもらう？じゃあサイズ。うん。待って、あっち側にあるか見てるのに。
みゆちゃんの靴を買いに来たんだけど。ありがとう。お店が閉まってる。あ、ここは？ここはないか。ビーチに向かう道なんだけど、ここもほとんどもうクローズしてます。オール A でした。成績がね、そう。通知表がオール A だったから。今日はみゆちゃんが好きなことできるんだよね。ご褒美。ご褒美っていうか、よくできましたショーだね。よくできましたショー。でみゆちゃんはまたキャンディーシャスに行きたいんだって。で酸っぱいやつ買う。酸っぱいパウダーキャンディー買いたいんだって。おいしいです。2日前に来たばっかなんですけど。でもご褒美なんだからね。ねえ、ご褒美ご褒美。まさかのオール A。 オールですよ。インドネシアも英語もですからね。マンダリンもね、うん、すごいよね。マンダリンなかったよ。あったあった。 A だったよ。 A だったよ。全部 A、 エクセレントの A だった。すごいよ。みゆちゃん 5カ国語も勉強してて、ママより全然すごいです。はい、ママあ、あとか言います。発音が変ってチェックされます。はい。見てビーチが全部閉まってます。はい、すごく綺麗なのに。ほら、ここに入れない。よしねえ、よしねえだ。はい、波がそう、すっごい高い。このぐらい高いですね。え、見えるよ。見えない。見える。見えないかな。側に渡りたい。見てこれ、誰もいない。かわいそう。信じらんない。ちょっと渡ってみようか。吉野家、吉野家。うわー、やばい。今日の波、海超綺麗。波めっちゃすごいね。でもビーチが綺麗になってて、いいね。ゴミもないし、いい感じです。ヤシナヤ、ヤシナヤ。普段ここはバイクがずっと並んでて、すごい狭くなってるんだけど、バイクも全然止まってないから、すごい道が広くて、違う道みたい。開いてるんだけど、やっぱここは開けてても誰も来ないからかな。全部こうやって海は入れないようになってて、また吉野家。吉野家はこっちはやってない？こっちはやってないんだね。こっちはクローズしてます。もうすぐカルティカプラザからビーチウォークまで歩いてみました。もう着いた？もうそこ。ギザギザのなんかあるところ？そう。もう曲がってたんです。あ、そっちからだって。じゃあこっちに行こう。暑っ。はい。はい。はい。録音しないとダメなの？何これ。何こうするの？
ゴシゴシゴシってやって、うん、うん、オッケー。なんかさ、消毒ってなんか石鹸っぽいよね、こうやってしたら。うん。でも塗ったら石鹸になる。なんかみんな赤と白の。ママ、ゲームで石鹸塗る？バッコピに。これ一人やれば平気だよ。ここでバーコードチェックして、スキャンして。いや、便利ですよ。なんか個人情報を入力しないといけないの。しゃぶしゃぶみたいに。そう、しゃぶりみたいにね。テレフォンナンバー入れて。ザラあるよ。うん。ダメ？いや。Your name？ ネーム、お名前と E メールアドレスを入れて。で何？アダルト2名。わあ。Thank you。いえ。Okay, thank you。ask。ask。ask はインドネシア。thank you。じゃあ行きまーす。はい、どうぞって。あ、じゃあこっち涼しいから。ゼロ。ゼロ早い。涼しい。うん。ゼロだ。ゼロめっちゃいいよ。ザラね、あのカナダにもあるって知ってた？知ってる、どこにでもあるよ。ザラ、H&M みたいね。靴を探す気がないとね。キャンディリシャス行く？さっき。うん。キャンディリシャス外だよ。こっち行って。こっちかな。ないね。あれじゃないか。ビーチウォークは結構空いてます。お店が。はい。涼しいね。なんで？キャンディーシャスに行きたいから反対側だね。60%オフやってます。ここで写真撮って。そうよ。めっちゃ入ってるやつと、赤のやつのケーキのやつ。うん？このやつと、赤のケーキ。全部の味食べれる。チェリーとかもあるよ。そしたら、うん、これの長いの好きな味買った方がいいんじゃない？うん。だって、なんかまずい味が入ってるかも。全部美味しいよ。マウイパンチって。食べれる？いいよ。これ何？それがマウイパンチだ。これがグレープだ。グレープがいいな。グレープとケーキでいいの？うん。うん、ちっちゃいケーキ。ちっちゃいのでいいの？え、いいの？大きいので。あ、大きいので全種類ある？いつでもいいよ。お勉強頑張ったからこれにしてあげようか、じゃあ。うん。はい。やった。買わないって。え、いいよいいよ、やって。後で払うから。もうあとケーキにすればみよ。ほら、うん、好きなんだから。ケーキを入り口まで、ああ、
気をつけて、あともうちょっとじゃない、もうちょっと入るわ、ギリギリまで、まだまだ、おお、ケーキ、おい、はい、オッケー、オッケー、大満足、はい、1年生全部頑張りました。オンライン授業も毎日ね一人でやって偉かったよ本当に、はいね、2年生も楽しんで、はい、よし、じゃあ靴を買いに行こうか。靴、うん、レイチアンドエムで、うん、どこ、ありがとう食べていい、靴売ってなかった、ここになかったっけ、まあ、食べていい、いいよいいよ、口つけないよ、長っ。美味しい？うん、あ、一番3階にあるか。子供の。ちょっと3階行こう。3階。これ閉めないとね。そう、ちゃんとね、閉めて。閉めた。こんな感じで足跡、すごい間隔が空いてます。2個間隔が空いてる、こっちね、箸で食べればいい。まだついてる。今度上に立ち寄ってみた。
幸せ。しゃぶしゃぶとどっちが美味しい？いくらの方が好きなの？すごい、いくらまみれやん。大満足？もういらないの？なんか面白マスクがあったんで買ってみます。あ、それしかないんだ。あんたが頼むよ。いこれを買ってみました。つけないけどね。